人犯の共犯者、分かっているのか。日本ミャンマー協会の皆さん、あなたたちもそのままいけば、あなたたちも共犯者になる。その暴力はいらないということをいつも言ってるし、自民党の総裁の民主主義を取り戻すためには諦めないぞ。渡辺裕太さん、後でスプレーコーにも聞いてくれ。あなたと日本サイドの笹川がミャンマーを壊すようにしてる、分かってる。いつかこの罪をあなたたちに背負ってあげる。私たちは諦めない、必ず勝つ。あなたとその日本ミャンマー協会の渡辺秀夫さんと日本財団の笹川がミャンマーを壊してる。あるいはあなたたちは昔のファシストの日本、ちょうど80年前にミャンマーに入って日本軍がミャンマーをとりあえず独立させようと言葉を言ったんだけど、実はそうでもないでしょう。あんたもミャンマーからの資源を無理やりに中国と一緒にやるという発言をしたよね、渡辺裕太さん。だからこそ俺たちはあんたを敵と思ってる、敵だ。ミャンマーで我々は勝って民主主義と平和と法律は取り戻せば、あんたみたいなものはミャンマーに入ることはもう禁止、死ぬまで禁止。それを分かってる。私たちは昔は日本人はね、みんな優しいと暴力を受けないと、それが憧れて日本に来てるんだ。あんたみたいなやつがいればもう無理だ、もう嫌だ、分かってるか。渡辺秀夫さん、あんたはあんたのところで日本ミャンマー協会の会長と言ってると思うかもしれないけど、俺から見ればただのジジイ、バンビのジジイ、渡辺秀夫さん、聞いてるか。秋吉秀夫、私たちは今日平和要員にここに駆けつけました。ミャンマー軍評議会からの勲章受章、本当におめでとうございます。本当におめでたいと思います。ミャンマー軍、今ミャンマー国民を虐殺し続け、拷問し続け、女性をレイプし続け、空爆で多数の市民を殺すことを何とも思ってないミャンマー軍、そこからもらった勲章、さぞ嬉しいと思います。とっても嬉しいと思う。その勲章は、ミャンマー人の血と涙でピカピカと光っています。必ず光ってる。それはミャンマー人の、もう一度言います。血と涙です。ミャンマー国民の血と涙。それから、こういう勲章をもらって本当に良かった。渡辺さんはこれを持ってもうミャンマーの世界から消えてほしいのです。私たちは消えろ。ミャンマーの友好のため、彼らはミャンマーとの友好のために働いてるわけじゃない。彼はミャンマー国民との友好のために働いてるんじゃない、ミャンマーの軍との友好でのために働いてる。国民を虐殺し続けるミャンマー軍との友好のため
ために働いているミャンマー軍を支援しているわけです。だから渡辺秀夫さん、あなたはミャンマー国民を殺してる。あなたは国民に空爆をしている。あなたはミャンマーの女性をレイプしている。そう言えるわけです。今私たち日本の国は、そして日本の市民は、そして日本の社会は一つの問いを突きつけられています。一つの質問を受けている。それは何か。今国民のために立って民主化のために戦うのか、それとも軍の味方をしてこのままミャンマーを闇の国として置いとくのか、どちらに立つのか、あんたどうすんねんというふうに日本の社会は、日本の国は、日本の市民は問われているわけです。問われている以上、私たちは答えを出さなくてはいけない。私たちは必ず国民の側に立つ。国民の側に立って必ず民主化を実現します。もう一度言いますが、もうそんな時に日本ミャンマー協会はいらない。日本ミャンマー協会消えていいのです。心配しなくても私たち側にミャンマー国民と日本の友好のためにしっかり働きますから、あなたは消えてもらっていいのです。今回の本当に誇らしい勲章授与を機会に完全に撤退してください。やめてください。消えてください。渡辺さんと麻生さんはもう消えてもらって結構だ。これからの未来はミャンマー人が作る。そしてミャンマーの民主化のために私たちは活動するのです。私たちが戦うのです。そして民主化を実現したら、その先にはもう彼らはいらない。日本ミャンマー協会はいらない。麻生さんもいらない。そして日本政府からの協力ももういらないかもしれないのです。それはちょっと悲しいことですが、これからの民主化のために今のような態度を日本政府が取ってきたら、ミャンマー国民から必ず見放されます。将来見放されてしまう。これは悲しいことだ。それは渡辺さん、あなたのような行為がそういう結果を招いてしまうのです。だから今すぐ消えてほしい。私たちはもう一度言います。ミャンマーの民主化のために最後まで戦う。諦めずに戦う。今はまだまだ力は足りないけれども、少しずつ少しずつ前進して最後には勝ちます。最後に勝ってミャンマーの民主化のために必ず私たちはミャンマーと日本の友好な、本当の友好関係を築き上げます。その時、もう一度言いますが、渡辺さんや日本ミャンマー協会はいりません。もう必要ない。聞いていただいて結構です。私たち日本の市民と日本ミャンマーの市民は必ず勝利します。それまで待っていてください。以上です。日本語で話した後に渡辺さんがミャンマーで何回も言ってるから、ミャンマー語で分かるかなとミャンマー語で話します。渡辺秀夫さん、どうかね、ほいえチャイアマだなチャミアミチャパミアマアティアチャノロミアマネガマチャマネアカレディモクレシーネガノトウバガイチャパミアマアティア渡辺さんへ妙術へと妙術をローワードムシバブへぇ、カミアハチャナムネセティ、ナナマイティエディあーだ変身してたか変身反抗によじゃあ俺、サプライズ覚えて映画の先生が歌ってドアサンジキを変身でやってみまこちらはアマーティーレアマーシーキーだこちらへゴエンザーターロッカで見えはないと歌われたねはスコンポーティーあれあれはちょっと見てこちらはないいらない。チャノロン、ヤマーネイガンへ大事大事へチーマーへ、チョンカまたヤーチョンカイナーレミーヨーナイネ、プーバンビロチョンミャネオシュネレワタナベサーボーイカミャオチョンロアロームシーブナデチェテケアロー、チョンロバマンジマシンマネ、フェデラリボクレシーイランズコバウラビティアウレソボライカミアネカミアネパイサイネジャパンジャマアテイヤパイサイモアロジャナロアロマブレディスクエマカラロワマブネカラチェイネレカミアナカミアエタボエザタピアオネオナイアオタイバロブヨジャナロアショビバブブ
きて、あっそうたろうねと思うま。まくね、あめあろう、目を目ずやねみろ、あ、ゆうちばばれをゆびろ、あめあろう、ちばばをねじゃ。そびら、じゃなくめあろう、せいらずがたろうまじょう。えい、だめめ、ピーターねと、とんねんせんのい。さかどうねんぴょうめ。あまろうがじばのうえ、ピーターねさかぴょうめ。あめあろう、ちょっちゃうせやめむろう。そういうせいせやめむろう。あめあろう、みなおちいれむじりよ。あじゃあれみや。ルメレジンパウシーセ、タンクは、レーザンにリズムとおば。あめあろう、たちえのは、ジャパンパウシーセンターが、あまりのおかえぴえめそび、あどうやんきゃびろ。あまりよ、どんねん、ちょんじゅうげで。あくれ、あめあろう、リロンポンザメ。ねえ、あらよ、まやたーば、もえざたーば、そびろ。あまりいりやねん、あめあろう、またやばさねえ、ひらねえ。え、あらよ、あめあら、おはぎれば、いりやまれ、そびろ。ジャパンソーヤーをかなってリエマーリフィーレプロパガンダニュースを渡してるダジャンセロのゴマビエレシーネラーアクーチェイマーシーエルのトンヤオオアオヤミリメンチェイマーカミアロアクーチェイトロムユーグチョウドゴマビエレマーロロライマシーラジュメレミョウミャシーデレサガサオレトラメサインディドエトロロメダーチョロイマンジェプロアレムション渡辺さんプラカミアバマロレマラバジャバロレピョーマバパプネカミアマテイムチヨラピョーネマハビア渡辺さん笑ってたゴッショウあなた死ぬ時墓に持ってけそうだそれをちゃんと覚えてけ人間の優しさはあなたの心にはありませんか人間としての生きる力は誰でもあるはずそれを潰して壊してるのは渡辺秀夫さん自身聞いてますか今私たちの国もボロボロになってること笑って見てるんですか民主主義で生きてる人間ではないですかあなたはそれをちゃんと聞いてけ私たちは若い力を信じてる民主主義になるまで絶対諦めて戦うそれは私たちの信念です今日本政府はある限り訴えてるいつか必ず勝利する私たちのことをいつもこちらの周りに来て訴えるからじんじん聞いて今ねがましい見ようないねとこばったねれ思想をたまねはれあの部屋そうにさせますわようだあのぬげれちがぬげれいやぬげれすいだとよじれいじめあの部屋渡辺秀夫さんはミャンマー国内から2日
当な利益をしたことに恥を知れ、恥を知れ。渡辺秀夫さんと日本ヤンマー協会は暴力、ヤンマー協議会の共犯者だ、共犯者だ。渡辺秀夫さんと日本ヤンマー協会は暴力ヤンマー協議会と共犯者だ。The man who left your bill, General. The man who left your bill, who are now from a team of people who are now from a movie. Why are you not calling me?あなたの名前は絶対に知らない。日本ヤンマー協会はミャンマーの国民を殺している組織だということは私たちの歴史には残る。それは間違いない。もう一回無駄にするしかない。それは俺たちにやられたことをやり返す。俺は暴力でやり返したことを長きにわたって進行したそういう教会だと思っていました。しかし軍事クーデター以降、軍のクーデターに対して何も声を上げず、むしろ軍を擁護するような発言を繰り返しています。ワーカーの民主主義なんてまやかした、そういったことも渡辺会長は投げつけました。渡辺会長をはじめ日本ヤンマー協会の存在、そして行動によってどれだけ多くのヤンマーの方々が傷つけられたでしょうか。日本ミャンマー協会が軍と友好関係を続けていることによって多くのミャンマー国民は日本に失望しています。そして協会が軍に流したお金によってミャンマー軍は武器を買うかもしれません。そしてその武器を使って人を殺しています。渡辺会長は先日勲章を受けたと報道がありましたが、負けたような表彰を受けたところで本当に何がしたいのか全く分かりません。殺人者、虐殺をしている人間の加担をしているに過ぎません。このままでは日本はミャンマー軍に加担している人殺しの国家と同じです。日本ミャンマー協会、そして渡辺会長には一回のミャンマー代表から退いてもらいたいと思っています。ミャンマーの人たちのためにこれからも声を上げ続けます。渡辺会長、そして日本ミャンマー協会、その会員の方々、どうか目を覚ましてください。軍によるクーデターが続く限りミャンマーに平和を訪れません。一時的な利益を求めるばかりに多くの信頼を失っていることを自覚してください。私たちはあなたたちが軍による加担をやめない限り何度でも声を上げ続けます。何度でもここに立ち続け、そして声を上げます。ミャンマー市民の思いを馬鹿にしないでください。ミャンマーの人たちのため、日本の皆さんも総合的に協力をお願いします。ミャンマーのためにこれからも頑張ります。アイエロー、アイエロー、アイエロー、アイエロー。ヤマの人たちにいつも励まされています。